文イコール坂井正人、王者、駒大は2区佐藤、7区鈴木11月5日に開催される全日本大学駅伝のメンバーエントリーが11月3日に発表された選手と補員の交代は最大3人。当日変更を予想しながら今大会の戦いをシミュレーションしていきたい。写真、2022年11月6日、全日本大学駅伝、ロックを走る吉井山と、 中大写真イコーススポーツプレ jp アフロまずは4連覇を目指す駒台だ10月の出雲駅伝を完勝して2年連続の駅伝三冠に向けて絶好のスタートを切った以下がメンバーエントリーになる1区 9.5km 赤津優心4年2区 11.1km 佐藤啓太2年3区 11.9km 小山翔也1年 四区十一点八キロメートル赤星優斗四年僕十二点四キロメートル伊藤葵。二年六区十二点八キロメートル花尾京介。四年七区十七点六キロメートル鈴木芽吹。四年八区十九点七キロメートル山川拓磨。二年本位白鳥徹太。四年安原太陽。四年篠原幸太郎。三年丹羽瀬戸式。二年安原開成。一年。 順当なら篠原幸太郎、3年、が1区もしくは3区に入り、安原太陽、4年、の起用も濃厚。前回のように肉さとを啓太、2年、でライバル校を突き放して、レースを優位に進めることができるだろう。そして七区に首相、鈴木芽吹、4年、が登録された。夏合宿で本人に取材したときには、個人的には七区が希望です。 昨年の田沢、連、元トヨタ自動車、3のように自分のところで勝負を決めたい、と話していた。ライバル校の区間配置を考えても、駒台の4連覇は、7区鈴木、にかかっている。中大は、先制攻撃、で初優勝を狙う駒台のライバルになるのが中大だ。出雲駅伝は1区で大きくで遅れたが、今回は超攻撃的なオーダーを組んできた。 5 0 0 0ルで13分20秒台のタイムを持つ3人を1から3区に並べてきたのだ。なお7区と8区は昨年と同じ配置になる。オーダーは1区吉井俊京2年、2区中野翔太、4年、3区吉井大和、4年、4区柴田大地、1年、5区本間総1年、6区吉中裕太、2年、7区湯浅仁、4年、8区阿部陽樹、3年、浦田雄斗、 三年、山平冷静。三年、ため池一太。二年、ラがホインとなる。絶対エース、吉井山和は出雲を欠場したが、箱根駅伝を二年連続で改装。二年時は一区で区間新。三年時は二区で区間賞。するなど圧倒的な爆発力を誇る。四区以降の戦力は駒台が優勢なだけに、中大は三区終了時で駒台から大量リードを奪っておきたい。 駒台との戦いを想定すると、吉井兄弟が出雲一区で区間賞を獲得した篠原とマッチアップする可能性が高い。2区は駒台、佐藤のスピードが勝るだけに、篠原が入る区間の対決が優勝争いの最初の山場になりそうだ。前回3位の青学大は出雲2区で駒台、佐藤と区間賞を分け合った黒田朝日、2年、お肉に配置した。 5000m で13分30秒台のスピードを持つ選手が多いだけに、1区で好スタートを切って、上位でレースを展開していきたい。前回4位の順大は2区にエース三浦龍司、4年、を入れて、5000m で13分22秒99の高校記録を持つ吉岡大将、1年、を本人登録した。吉岡を1区に投入することになれば、 世界で戦う三浦がトップをひた走るシーンが見られるかもしれない。前回5位の総大は1区間瀬田淳平、2年2区山口智則、2年3区石塚洋次3年4区工藤新作、1年僕勝負厚し、4年という夫人。前半区間で波に乗って目標の3位以内を目指していく。14年ぶりに出場する東農大は2区に。